R1 無事治りました。フロントフォークの、オーバーホールをしてもらってたんですけど、よいしょ、無事治りました。帰ります。とりあえず無事治ってよかった。明日は、蔵王にね、ちょっと蔵王ツーリングにまた出かけたいと思っているので、それの撮影をしようかなと思います。明日ね。なんかハンドルが曲がってたらしいです。ハンドルっていうか、なんだろうな、やっぱこう左に倒して一回左に立ちこけしたことあって、なんかその影響で左の方のフロントフォークがねじれがあったらしくて、そのフロントフォークを戻すときにちょっと穴が合わなかったらしいですね。なんでやっぱりこうこのこれこいつ自体がずれてたらしくて、なんで、その調整も、してもらったみたいです。はい、そうなんですよ。なんかね、いつも走っててこうまっすぐ走ろうと思うとなんか違和感があったんですよ。まさかなと思ったんですけど、いや、 やっぱりちょっとこう曲がってたつがずれてたみたいですね。やっぱその調整もあって、ちょっとコーチンっていうかちょっと上がって、まあ金額的に言うと2万7000ぐらいで収まりました。フロントフォークオーバーホールでまあ3万いかなかったんで、とりあえずよしとしましょう。今日はね21日なんですけど、19日にはもう終わってたんですよね、修理の方は。ただちょっと連休中長野に用事あって行ってたもんで、トヨタのね BB 乗ってるんですけど、それのね愛好会、全国にあるクラブ BB っていう愛好会の集まりがあるんですけど、年に1回だけ全国オフ会っていう、そのみんなで全国の人たちでこう集まりましょうっていう、まあ、オフ会が今回は長野だったんですよ。去年は東北、まあ、宮城でやったんですけど、今年は長野であって、それにちょっと行ってたもんでちょっと遅れました。もう最初に車の免許取って最初に買ったのが19の時ぐらいに買ってで、ずっと今乗ってるんで、もう6、7年乗ってるんですけど、走行距離も今17、もう少しで18万キロ行く感じですかね。やっぱりそれだけ長く乗ってると愛着湧くじゃないですか。そうするとなんか次なんか簡単にこう次あれ乗りたいとか、これ欲しいなみたいなのがあんまり出てこなくなるんですよね。正直ね、中古新車で何か買えるっていうんだったらまあいろいろ出てきますけど、正直またね車買い替えるのに中古買うっていうんだったら、正直それくらいの金額出しちゃえば程度のいい、それこそエンジンが買えちゃうわけですよね。そしたらエンジン買って乗せ替えたって、正直 BB なんかね、そんな60万も80万もかかるわけがないんで、それこそなんか距離走ってないエンジン見つけて買って乗せ替えてもらえたらまあいいかなっていう感じで、これからも BB はね末長く乗っていこうかなと思ってるんですけど、それこそね北は北海道、南は沖縄までクラブ BB は存在しているわけなんですが、結構ね活動してる人が少ないんで、全国って言ってもちょっとね、なんだろうな、活動してない県もあったりするんで、スプライトライダーさんの元ブログを、見ている方で BB を乗っている方がいたらですね、
本当にみんな楽しい人たちばっかりなんで、よかったらクラブ BB 検索してもらって、多分ホームページあるんで、よかったら、入っていただけると嬉しいなと思います。で、まあもうこのチャンネル自体がね、もともと元ブログでやってるんで、あのライディングウィズ、ドックさんね、トムさんじゃなくてドックさんね、あの海外の人じゃなくて、あのドックさんです、はい。ドックさんが最近ドライビングイズドックだっけ、ごめんなさいちょっと忘れてしまってあれだったんですけど、なんだ今カクってしたぞ、気のせいか。ドライブイズドックで、なんか別なチャンネルを作ってたと思う、作ってるんですけど、それもすごい面白くて、あの見させていただいてるんですけども、いや僕ねそこまで車、まあ、好きですけど、やっぱりそういういじってる車とか、ただそのなんつったらいいんだろうな、車に対しての知識がちょっとあまりにもないんで、なんだろうな、例えば試乗会とか行って、この車はこういうところがすごくてっていう説明ができないんで、ちょっとねそういう専門の、チャンネルを作ってしまうとグダグダになる恐れが確実に、出てくるんで、まあ、とにかく何が言いたいかっていうと、その今回そのクラブ BB の風景っていうか、どういうことをやってんのかなっていうのをちょいろいろ本当に簡単に撮ってきたんですけど、まあ、あとなんか細かく撮ろうかなとか思ってたんですけど、ちょっとねこの元ブログだとちょっとこう賛否両論があると思うんで、ザオツーリングとかしてた時みたいにパート2とか3とかでこう区切るくらい長くしてしまうと、なんか見てる人に、いや元ブログバイク乗ってねえんだから元ブログじゃねえだろみたいな言われるのもちょっと嫌なんで、ちらっとね、これからちょっと流していこうと思うんですけど、ちょっと興味ある方は、見ていただけたらなと思います。はい、ということで、まあ、よかったら、今からちょっとこうその全国オフ会、今年の2015年、9月10 20日か20日になるのかな、20日、うん、2015年9月の20日に、行いました長野の、クラウビービー全国オフ会をちょっと、ね、軽く撮影してきたので、それをご覧ください。それではどうぞ。はい、というわけで、いかがだったでしょうか。本当にこう軽く、周りのどういう感じでやってんのかなっていうのを、まあ、撮っただけなんであれなんですけど、まあ、もし
こちらを見ていただいた方でちょっと興味を持たれる方が、少しでも、いましたらですね、クラブ BB と、検索していただいて、まあメンバーに加わっていただけると幸いでございます。というわけで、まあちょっと簡単ではありますけども、まあこのシルバーウィーク中、まあ何をしていたかっていうちょっと、説明とですね、フロントフォークが治りましたよという、治って今帰ってる途中、帰宅中ですよというお話でした。というわけで今回はこれで、終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。これからもスプライトライダーをよろしくお願いいたします。ではまた。